よし。新たなフレンズを求めて。獣フレンズ、セルリアン・メイクライをやってくぞ。アニメは見たことあるけどよー。どんな作品なのかのー。ふむ。まず、本作の主人公とも言えるサーバルなんじゃがな。ほう。ダンジョン内に、フレンズが囚われてしもうてるさかい。ここには、ジャパリ図書館しか存在せんようじゃ。ってことはあれっつか？仲間を助け出すことができれば、施設も充実してくってわけっつね。そういうことじゃ。でもよー。ダンジョン内には、セルリアンが多く生息してるんで、一筋縄ではいかんようじゃぞ。じゃが、無事、フレンズの元へとたどり着ければ、ぶっ潰すぞ、おらー。仲間になってくれるぞい。うぎゃー。そんで、サバンナ地方といえばボスセルリアンじゃ。アニメ同様、背中にくっついとるコアを狙えば、大ダメージを与えることができるみたいっつねー。ふむ。攻撃は激しいが、よく見て行動すれば、そこまで苦戦することはないと思うぞい。そういえば、言い忘れておったんじゃがな。なんじゃ？仲間を助けてボスをぶっ潰すと、拠点の設備が充実してきて、買い物なんかもできるようになったりな。そいつは便利じゃのー。ジャパリマンを使って餌付けすれば、食欲に負けた仲間が、一緒に戦ってくれるようになるぞ。どんだけ腹が減ってんだよ。しかもクソ強えじゃねえか。遊んでよー。実際に遊んでみて、どうだったんじゃ？ふむ。カメラの設定がちいと難しかったことと、ダンジョンが少し単調に感じたりしたが、フレンズを召喚して戦闘に臨めば、バシバシ戦ってくれるんで、スピード感があってよかったのー。確かにあったのー。